今回のエキスパートはニュースキャスターの安藤優子さん著書ひるまないを踏まえつつ安藤スタイルの仕事術そして人生の楽しみ方についてお伺いします学校では教えてくれない教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム学問のすすめ世の中をもっと楽しく生きていくためにそしてあなたの人生を豊かにするために今日も一緒に 地の冒険に出かけましょう安藤優子1958年千葉県生まれ大学在学中からキャスターやレポーターとして報道番組に携わる「ニュースステーション」「スーパータイム」などを経て現在「スーパーニュース」のメインキャスターとして活躍海外取材や各国要人へのインタビューは数知れず 多くの放送関連の賞を受賞している2008年、上智大学大学院修士課程を修了し引き続き博士課程で後期に在学中著書多数最新刊は講談社から出版の昼間ない ガマダケンがお送りしているラジオ版が悪夢のすすめ今回のエキスパートはニュースキャスターの安藤優子さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、えー、講談社から著書ひるまないこちらが出版となっています、えー、この本では日本を代表するアンカーウーマンとしてご活躍の安藤さんの、えー、仕事への思いそして知られざるプライベートなどなど,などたっぷりと公開されちゃってるんですけれどもはい。<laughs> あのー、安藤さんテレビ局でのお仕事がまあもちろんメインかと思いますが、はい、こういった FM ラジオへのご出演というのはよくあることですかよくはないですけれども、うん もうたまには<あ>はい、読んでいただければあのどこで,でも、はい、風さん自体と思ってい,ます <laughs> すいや本当にねあのー、お越しいただきました本当にありがとうございますこちらこそでとですねあのー、まあ今回出版された本のタイトルねあの昼間ないですけども <laughs>、えー、まずはこのタイトルに込めた思いというのからお返したいんですけどえー、あのこれここに私も書いたんですけれどもはい、はい、なんか昼間ないっていうと、うん、やっぱりあいつらしいなってあいつって本当強気だよなって思われると思って 最初はやめようと思ったんです、こういうなんか強そうなタイトルをつけるのは、でも実は、この帯にも書いたんですけども、本当に私、いつもひるんでるんですよ、ひるんでます、います、います、そうなんですね、じゃあ、反語的な意味で。そうなんです、ひるんでますし、迷ってますし、どうしようと思ってるんです、本当ですか。本当ですだからこそまない ようになりたいなっていう気持ちを込めて、ないってつけたんですね<ー>でもそこには、怯まないっていうか、私は怯んでも逃げないっていう気持ちをすごく大切にしたいなと思って仕事してきたので、怯、うん、むんです私も、ち、うん、ゃんと一人前に怯むんですけども、本当、うん、<laughs> 一丁前にひるんで、うわ、どうしようと思うんだけれども。 逃げないでやってみるっていう、そういうつもりというか、そういう思いでずっとやってきたので、うんうん、じゃあ、あえてここはひるまないてなるほどしてみよう,そうと思ったわけですじゃあ、ひるむけど逃げないというのが、ね、あの本式のタイトルという感じになるんです,、うん、そうですね。<ー>ひるむけど 逃げなないいいいい方がいいかなっていう思いですねあ確かにでもおっしゃるようにタイトルだけ見たときは僕も、いや、安藤優子のイメージ通りだと思って <laughs> <laughs>、大方の方はたそうだと思うんですけれどですよ、ね、でも、でも読んで、ね、あますます強く思われるわよって、いろんな人に言われました <laughs> いやいやいや、はい、でも、兄はからんやというか、ですね本当に読むと、あ こういう言い方、本当に失礼だと思うんです安藤さんですら怯るんだなっていうことが、よくわかりますね。どんだけ強いと思われてるんでしょうか <laughs> <laughs> これまで数多くの、まあ、例えば各国首脳への要人へのインタビューだったりとか、はい、あるいはいろんな事件への取材などなど、いろんな場面に遭遇してこられたかと思うんですけど、はい、正直、この時は特に、いや、ひみまくっちゃったなみたいな場面っていうのはうしょっちゅうですね。ほうほうもののすごくんだのは、うん クリントン大統領のインタビューっていうのがあったんですね。で、それも全然最初は予定されていなくて、うん、突然私あの、あの、渋谷のデパートで、浴衣を選んでたんですよ。はい、そしたら <laughs> <う>、携帯が鳴って、はい、悪いけど、これからワシントン行ってって言われたんです。<laughs> 簡単ですよ、ね、私。すごい簡単なんです。<laughs> <laughs> 私はえだって私今、浴衣買ってるんですっていう感じですよね。<laughs> はい、で、夏前だったんですけれども、うん、今日は、 土曜日だったし、ゆっくりと浴衣でも買って、なんかそういうお休み気分に浸りたいなと思ってるときに電話かかってきたんでシントン行って、え、なんでですかいや、クリントン大統領のインタビューだからって言われたんです、簡単ですまたねえって言ったんですけど、とにかくすぐ行ってって言われて、いろんなものをドタキャンしてですね、私は行ったんですけれども、ワシントンに行ったのはいいんですけれども、クリントンさんとのインタビューの約束は取れてるものの、全然実現しないんですよ。 <で><う>来る日も来る日も待たされたんですね。で、3日間待ったんです。はい、その3日間っていうのは、もちろんインタビューの質問の準備をするに十分な時間なんですが、うん、どうなんですよ、人間って、うん、準備する時間と待たされる時間が長ければ長いほど、いざ舞台に押し出されたときに、ものすごいこう緊張するんですよ。<laughs> つまり3日間のうちに、どんどん私の中では、大統領へのインタビューの重さっていうのが膨らみ まっ,くっていたわけです、ね、ななですねいざ来たっていう時に、ホワイトハウスに呼ばれて、<laughs> はい、インタビューをするまでに、またホワイトハウスに入ってから、延々、なんか1時間半ぐらい待たされたんですね<笑><笑>またどんどん重くなってど、ね、<laughs> どんどんまたこう緊張感が膨らんでって、<laughs> はい、いざ大統領入ってきたっていう時には、私、頭のなんか真っ白で、<laughs> もうその時は大ひるみですね。 もう私にははででききなないいとこれ頭の中真っ白になってで木村太郎さんと一緒にインタビューすることになっていたので,、うん、で木村さんはもうすらすらと。 ちょうどデンバーサミットの前だったんで、あなたが今度、デンバーで会う橋本龍太郎とはクラスメートでとか、ペラこう大統領と友達のように喋ってるんですよ、私はそれをおいで、私はどうしたらいいのっていう、そういうこととか、本当にひるみますよそうですか、それはこれ、この写真が確か、大統領の写真ありましたっクリントンさんと木村太郎さんと、そのはその写真ですねかね。 そうですね。九十七年の独立はい。なんだかひるんでるようにはあんま見えないですけど、ひるんでるんですねこれね。これひるんでるんです。よすごいひるんでる。そうか。でもそれはね、その時間がどん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 その重さを重くしてったなんで。す待ってる三日間。一日目はなんとのことない。ああ、大統領のインタビューねと思ってたんですね。二日目、二日目、そして。 ホワイトハウス、さら、はい、に渡されているうちに、私も最高潮に達して、<laughs> うんうん、いざこご本人が入ってらした時に、もう訳が分からないっていうか、<ー>真っ白だし、うんうん、足はガクガクしますし、うんで、もし自分の言っている質問が、この人に通じなかったらどうしようっていう思いで,<ー>で、どん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 近づいていっちゃったんですよ、大統領に。うん、でものすごくうるさいんですね、ホワイトハウスっていうのは、<ー>大統領と何センチ開けて、ちゃんと椅子を置いてくれと。 そういうふうにセッティングしたにもかかわらず、はい、緊張のままでどん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 もう, SP もうい p もゃってたでも、なんかそれ以上、その者た近づくなっていう感じぐらいまで、近づいていっちゃったんですよ、私えそしたら、うん、あの大統領の方も、この子の言ってる英語を僕が。 よく理解しなかったら、私が行けないっていう、極めてこう謙虚な姿勢だったと思うんですが、大統領もどんどん近づいてくるんです <laughs> 気が付いたら、クリントン大統領と私の間が、もう本当、10センチぐらいにすごい詰まっててですね、どん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 前のめりになってってっていうぐらい、もうなんだかはさっぱりわけのわからない時間でしたね。 えー、でもそれ、その中でも当然、インタビューは刊行されて刊行しましたよ、刊 <laughs> 行しましたけど、<laughs> うん、今考えてますよ、出てくるぐらい、何言ったんだかさっぱりわからなくて、えー、そうですか、はい、でもそれ、97年ということは、でも当然、われわれが知ってるニュースキャスター、安藤友子時代ですよね、もうね <laughs> そうですけども、<laughs> なんか正体、そんなもんなんです、あら、はい、いやいやいや、でもそういうのがこう日々、いろんな場面であるわけですね、すねそのまあ程度の差こそあれです、ねですね。はい、はいい すごく気楽に人にインタビューするとか、うん、多分同じだと思うんですけれども、なんかすごく簡単な気持ちで、ひゅーってこう取材に入っていけるとかっていうタイプじゃなかっし、うん、私ないんですね、一言で言うと、ものすごい心配性っていうか。うんはい こうなったらどうしよう、あなたらどうしよう、<laughs> この人がこう,したいこうしてくれなかったらどうしようって、すごく考えて、いっぱいいっぱいいろんなことを準備しちゃうタイプなんですね。だからなかなかそれをこう、すーっと入っていけるように持っていけないので、毎回毎回そうやって緊張してひるんで。 でも逆にそれがもう、安藤優子スタイル自分、ご自分の中でもそういうふうに、もう割り切っちゃってる部分がでも、ね、しんどいですよねなんかよくあの楽,しんで楽しんでますとかってうじゃないですか、うん、<laughs> 仕事楽しんでますとかって言われると、<laughs> はい、羨ましいなって、私、この本にも書いたんですけれども、はい、仕事が楽しくて楽しくてしょうがない っていう人はきっと仕事の嫌な部分も、うん、あこれは仕事だからって、すごく受け入れてる方なんだと思うんですよ、だからじゃないと仕事って、そんなにすべてが楽しいっていうわけにはいかないはずですよね、だからどこか私はそういうふうに仕事に対して、あの自分のスタイルとして受け入れてるっていうよりも、仕事ってそういうもんなんだっていうふうに、毎回言い聞かせてる感じですよね、うん、そいまだに、うん、未だにそうです、ね。未だに だから、うかもうちょっと楽に行けようっていう <laughs> 感じですよね、でもね、そういった意味で、まあ、ご自身もそうですし、まあ、誰にとっても、昼間ずに、常に昼間ずにいたいというのは、まあ、そうありたいことですけど、でも非常にやっぱり難しいことに、もうずっと変わりないという状況だと思うんですけど、はいはい、でもその中で、あえて、そのひるむこと。 その上手な付き合い方っていうのは、やっぱりそういう割り切りみたいな感じになってくるんですかあの私、ひる、うん、むことって、ものすごく大事。だと思ってるんですねそれは相手に対するある種、尊敬の念であったり、うんうん、取材対象に対する畏敬の念だったりするわけですよね、ひる、うん、まないってことは、ものすごくこう、傲慢な感じすらするんですよ、私、その対象に対して。 何でも自分はできるんだ、自分は OK なんだ、大丈夫なんだって、そういう自信を持つこともとっても大切だと思うんですね、うん、場面によっては。うんうん、でも、ヒルむってことは、相手に対して一歩引いて、うんうん、すごく自分をこう謙虚なあの位置に置いて、その対象の方に対して目線を向けるっていうことだと思うんですね。うんうん、だからヒルム ことに対して私は肯定的なるほどなるほど。ほどうん、そうか。それは相手よりも一歩下がった位置に自分が今ポジショニングしてるんだと、はい、いうことなわけですね。そうですね。うん、だから自分がこれから話を伺う人や、うんうん、それからあの出かけていく取材の対象の方たちに対して、一瞬こうひるむっていうのは、うんうん、あその方たちに対して、私のなりの異形の念だったり、うんうん、尊敬の気持ちだったりうん、うん、っていうことの、 位置づけというか現れなんだというふうに私は受け入れているわけなんです、ねうん、じゃあご自身がおごってないぞということ自己確認がそこでできるわけ、うんまあそうかもしれないですね <laughs>、はい、そうかじゃあ昼間なくて全然 OK なわけですね、うん、<laughs> OK ですよだか昼間ないっていうのは昼んでるけど昼間はないっいう <laughs> 気持ちです あのそもそも安藤さんがこの、はい、いわゆる報道の世界に身を置くことになったのはそもそもなんでなんですか。<laughs> 本当にこれ偶然なんですけれども、はい、<laughs> また渋谷なんですけど。<laughs> <laughs> 渋谷多いですね。<laughs> 渋谷の。 パルコとというところではい、はい、今で今もありますけれど私、エレベーターがあるのはアルバイトをしてたんです、す大,大学の時に。に、それはあのアメリカの高校を卒業してるんですけれども、日本に帰ってきて、ものすごく渋々帰ってきたんですね、うん、できればアメリカで大学も行きたかったんですけれども、うん、やっぱり親が許さなかったで、アメリカにそんなに行きたいんならば、まあ、あんたなんかアメリカ人になっちゃいなさい うんうん、こういう,こう極めて人種差別的な発言をしたわけですね、<laughs> <ー>つまり母としても、父としても、うんその、私がアメリカにそこまでどっぷりと使ってしまうと、当時はやっぱりアメリカナイズっていう言葉があまりいい意味で捉えら、うん、れてなかったというか、捉えられてなかった。つまりアアメメリリカカナイズっていいうのはアメリカかぶれみたい 捉えられてた時代だったんですね。だから、一度ちゃんと日本に帰ってきて、日本の教育を受けて、ちゃんとあの仕事をするなり、結婚するなり、女の幸せをつかんでちょうだいっていうのが、やっぱり普通のこう親のとしての気持ちだったんで、渋々こう大学に帰ってきたわけです。はい、でも絶対にやっぱりアメリカに戻りたいって思ってまして、それでアルバイトをしてたのが、パルコのエレベーターガールだったんです。である日突然そこに なんかこう男の人が乗ってきて、ですね、まあ、男の方も女の方もいっぱい乗るんですけど、私の背後から、ですね、はい、毎日乗ってくるんですよ、<う>お昼の時間に、<う>でなんかやだな、この人って思ってたら、ある日突然、<laughs> あの皆さんが降りてしまった後に <laughs>、はい、ねえ君、テレビに出てみないって、レポーターやってみないってこう言うんですよ。ほうほう は絶対これ詐欺だと思ったので、<laughs> 結婚詐欺だって思ったんですよ、大体いいパイロットとかディレクターとかって言うじゃないですか、だからこれは結婚詐欺だと思って、私、無視したんです。でも次の日も次の日も乗ってきて、で君あの、オーディション受けてみないって言われて、君、英語できるでしょうって、僕、聞いてたんだよねって言うんです、その外国人とやり取りをしてるの。英語ができるあの女の子探してるから。 ってて言われて、うん、アメリカに行くレポーターなんだけどって言った時に、そのアメリカに反応しちゃったんですよ、<laughs> <laughs> えアメリカって思ってですね、はい、振り向いてしまって、<ー>でのこのこつ,ついてっちゃったっていうのが、<ー>それがあのたまたまテレビ朝日の報道の、<laughs> はい、1か、えー、月間、アメリカをグレーハンドバスで旅するという、うんうん、旅番組のレポーターのオーディションだったんですね。はいはい、で私は 何気なくアメリカに行けるっていう思いで、そのオーディションを受けて、受かって、で、アメリカに行ったっ、ああそれが本当に報道に入るきっかけだったんですでもそれはいわゆる旅番組っだったんですね、でうん、旅番組を1か月間終えて、本当にこりこりして帰ってきたわけですよ。だって、私、単なる普通の大学生で、テレビに出たこともなければ、喋る勉強したこともないわけですよ。<ー>それが突然アメリカにボン と言って、うん、レポートしろ通訳しろろ通訳果てはです、ね、私、ドライバーまでやったんですよ、<laughs> あのアメリカで運転もしてましたから、なん、はい、だろう、テレビってすごいなんか横暴な感じがするし、うん、もうこんなの小料理だって思って帰ってきたら、うん、<laughs> あの他のプロデューサーの方に呼ばれて、<laughs> 君を今度は始まるあの報道番組のアシスタントに抜擢したからって言われたんです、で私、頼んでませんから。<laughs> 本当にびっくりして、<ー>で結局、私はその報道番組のアシスタントということで、週に1回、テレビ朝日の報道の番組に出ることになったんですでも、全然そのご自身の本意ではないところでどんどん話が進んでっていう感じまさしくそうですねで。テレビに出るっていうことの なんかありがたみみたいなことに対しては、全く感じてないわけですよね。報道番組のアシスタントといっても、うん、何をするかっていうと、司会者、メインの、当時は司会者って呼ばれて、うん、キャスターなんていう、され、はい、た言葉では呼ばれてなかったんで、<laughs> 司,会<者>司会者の横にいて、はい、アシスタントっていうのはうなずくだけなんですよ。うなずき係。はい、うなずき係。<laughs> はい はいって言って、分かっても分かんなくても、はい、そうですねって言ってれば、OK なわけですよ。で、私は週に1回、そこ行って、こうやって、はい、はいってうなずいて、お金もらって帰ってくるっていう、そういう暮らしと、暮らしっていうか、毎日だったんですけど、そうこうしてたらば、プロデューサーが、あのね、安藤君ね、いつもいつもはいはいって言ってるだけじゃん、安藤君、本当、バカみたいだから、取材に行けって。 って言われて、うん、そこから始めて取材をするようになったんです、ねうん、ですから、私はどっちかっていうと、うん、もう大学生だったんですけれども、取材記者として育て育られたんですね<ー>、はい、でもそれも割と後追いというか、その最初に使命感ありきとかっていう感じでは全くないです、<laughs> もう使命感ゼロですからで、よく怒られるわけです、その取材に行っても。 一番最初に行ったのは、うん、あの亡くなった金丸信さんのところに行ったんですけれども、うん、その時も。 大学に行くつもりで出てきているので、ミニスカート履いて、ハイソックス履いてですよ、金丸審査のとこに、自民党の大物のとこに、当時の金丸さんが幹事長の時代ですよね、で行ったわけです、で、ピンポンって、やれって言われたんで、ピンポンとして、出てくるはずがないですよね、そしたらば、金丸審査は何か勘違いしたらしくて、奥様が見てらしたんですけども。 若い女の子のファンが来てると思ったらしいんですよ。金村さんの。はい。で、金村さんがたまたまですね、出てらしたお家から、若いファンが来てるからしょうがないファンサービスのために。ファンサービスのために。で、ラクダのシャツ着てですね、本当ですよ。冬のラクダの、ラクダのスーツですね、ラクダのシャツと、桃式のスーツに、ジャンパー引っ掛けて、出てきたんですよ。そんな姿見たことないですね、ですよね。 あの金丸さん、ちょうど何か改造の日で、人事情報を取ってこいって言われてたんで、うん、<laughs> 金丸さんにおはようございます、金丸さんって言って、マイク突き出したんですね、そしたら、金丸さんは、それは可愛い女の子のファンであって、<laughs> 大嫌いなテレビの記者だとは夢,夢、ってないわけですあだからこそラクダ出てきたんです、<ー>そうしたら、ですね<おー> <laughs> なんだお前、ブレ礼だ、名乗れって言われたんですね。<ー>であすいません今日から あの、テレビ朝日で取材をすることになりました、安藤と申しますって言ったら、<laughs> なんだお前、そんな格好して記者かっ帰れってすごい勢いで <laughs> 怒鳴られたっていうのが私の最初の。<laughs> <laughs> デビュー戦、強烈ですね、そうですか。ですから、使命感ゼロですから、そうやって、ただ、でもそのですは、何か金村さんが気持ちを変えて、ね、一言、ふこ言、カメラに向かって話をしてくださったんですよ。それは当時とすると、30年も前ですから、大スクープなわけですね。テレビ大嫌いで、テレビなんていう、そんな新参者のメディアには、口を開いたりすることのない政治家ばかりでしたから。 でそれはスクープになるんですけれども、うんうん、結果としては。はい、でもその後、いろいろなそれをきっかけに、私は政治家のインタビューとかを、どんどんこう、鉄砲玉のようにやらされる直撃取材っていうんですか、今、<laughs> もうとにかく当たって砕ける状態なわけですよ。うん、でそれをやって帰ってくると、みんなにあれがだめだ、これがだめだってこう、球団大会になるわけですね、うん、おじさんたちの。うん、なんであれをこう聞かないのかいうんうん、ね。 なんだあの態度はとか、うん、もう果てはなんか、私が着てるもんもなんだ、そんな下着みたいな着てくんなみたいな、もうしょっちゅう怒られてるわけですよ、<laughs> <い>そうすると使命感ゼロですから、うもう絶対やめてやると思って、<ー>テレビ朝日の、あの昔のテレビ朝日の建物のトイレに行って、泣くわけですよ、うん、絶対やめてやる、<ー>明日やめてやる。<ー> <laughs> 明日はまやてるっていう<ー>あの伝説のトイレでトイレの壁がボコボコだっていう <laughs> <laughs> 噂ですけど、ね、テレ朝のトイレボコボコなの安藤ゆうくが壊したんだみたいな、はい、古い建物の <laughs> 特に極めてまた古い一角使ってたんで <laughs>、はい、すぐにボコボコになるところだったんですけどそうなんですね、はい、そうかでもそういったデビュー戦があって、はい、今まででも 結果的には以来も30年以上にわたって、その報道の世界にいらっしゃるということで、はいその、じゃあ、なんでそんな出発点からずっと続けてこられてるんですか、ね、それは最大の謎です、私、<大> <laughs> <laughs> すごい謎なんですよ。はい、で、ここのヒゲマにも書いてあるんですけど、うん、なんか、気がついたら今あるんですね。うん、でも、一つだけ言えるのは、うん、多分ちょっとさっきのお話し,したことと似てるんですけれども、あの、 昼んでも逃げないっていうのと同じで、私、なんか負けてやめるのが嫌だったんです。だからできないとか、だめだ、すいません、退場しますっていうのが、どっかで私はできなかったんですね。負けっぱなしは嫌だと。そういうなんか、やっぱりきついですね。なんか、すごく、なんか、お前はだめだからって言われて、お前はできないからって言われて、なんか、 ここそこそ退場していくのが、どうしても自分自身で許せなかったんですね。だから怒られて、だめ、うん、だって言われて、世界一下手くそって言われて、うん、<laughs> えーんって泣くわけですよ。はい、やめてやる、どうせ私なんかアルバイトなんだし、好きで入った仕事じゃないんだし、<laughs> なんでそんなみんな怒るのっていうような、うん、使命感ゼロ状態の言い訳女でしたから、うん。いろんなエクスキューズがあるわけですいいっぱいあるんですよ。うん、そのののエクスキューズの陰に隠れて、うん、自分分な部分をこう 直視しなかかったという,かうでもある時あのプロデューサーにポーランドに取材をしてた時に、うん、あに、もう帰りたいと、私はもう何もできないし、食べるものもないし、あの日本に帰れば、ボーイフレンドやみんな友達はテニスに行ったりとか、うん、合コンしたりしてるのに、なん <laughs> だ私だけポーランドなんですかって言って帰りたいって言ったことがあったんですね。<laughs> その時にプロデューサーが、ああ、いいよ帰れよ。 っって言って言、うん、次の日の朝、チケットを、あのカウンターに用意しとくから、うん、帰れって1人でって言われて、うん、あ,あそうですか、ありがとうございます <laughs> って、<laughs> 次の日の朝起きて、ホテルのカウンターに行ったら、チケットがあったんですけど、うん、それ見たら猛烈に自分が情けなくなっちゃったんですよ、うん、それで帰るのをやめて、うん、ポーランドに残ったんですね。うん、でそういういところら辺からか ちょっとずつ、そういうことの繰り返しだったんですね。あうん、まあでも、その基本のメンタリティとしては、やっぱり負けず嫌いのとこが、ね、あったんですかね。ねいや、そあやりでしょ、そんな<笑><笑>本当ですか。いや,いや,いや,いや本当ですか。いや,いや、まあ、私、負けることも大事だと、本当に思ってるんですよ。でも、その時はそういう気持ちだったんですね。んななんかお,めおめと、うん テニス行きたいからとか、くだらないじゃないですか、<laughs> ポーランドの人たちは部屋を求めて戦ってるのに <laughs>、うん、お砂糖一つの配給状態で戦ってるのに、なんで私はテニスやりたいとかお寿司食べたいって言って、日本に帰るんだろうってやっぱり思いましたね。うん、子供ですからね、まだすごくおこちゃまな時代ですから。<ー>はい、なるほど、なるほど。まあでもそういった謎をこう、ね、抱えながらもずっとやり続けてこられてという部分で、はい、そのまあ、 えー、扱ってる日々のニュースというのは、そういうね、暗淡たるものから明るいものまで、うん、非常に振れ幅も広いじゃないですか、はい、そで,す、ね、<laughs> でそういった中でその、いわゆるニュースを伝えるということ全般に関して、はい、常にこう、持ってる思いというか、軸みたいなのっていうのはあるんですかねテレビって、ものすごく不思議な媒体だと思うんですね、うん、もちろん、ラジオとも圧倒的に違うのは、ビジュアルがあるっていうことですよね。うんはい、ね画面に映る自分が すべて情報なんだっていうことは忘れないようにしたいですね。つまり、私がちょっとでも眉,眉毛を半分上げてみたりとか、うん、ちょっと口、とんがらかせてみたりとか、うん、それって言葉を発しなくても、うん、それがすごく情報なんですね。視聴者は、あアンドリューク、あれ結構、むかっときてるぜとかね、<laughs> そういうことですごくそれを受け止めるわけですよ。うん、あのニュースに対して、結構怒ってるぜとか。うん うんあの政治家のこと嫌いなんだろうなとか、うん、そのすごくプラスアルファの画面の中から、いろんなものを読み取っていくんだと思うんですね。うんうん、で、そういうことは忘れないで、いわゆる私にとっての画面管理っていうんですかね、それはすごく大事なことだと思いますね。常に見られてる。常に見られていて、どう伝えるかっていうことの責任は、うんうん そのどう言葉のイントネーションつけるかとか、強弱をつけるかとか、そういうことだけではなくて、もう画面全体の私の、じゃあ、私が斜めにひじつくとか、分かりませんよ、斜め45とか分かりませんけど、そういうこともすべて情報なんだっていうことを踏まえた上じゃないと、テレビの中でニュースを伝えていく、ニュース事実ですから、そのノンフィクションを伝えていくっていうことの重みっていうのが、ものすごく私の中では、 あるのでそこだけ忘れないように知ってますね、うん、じゃあ本当になんかこう比喩ではなくてまさに全身全霊でこう向かっていかなきゃいけないみたいな部分がありますね,ありますねはい。本当ですねそれはねだからね口先だけでっていうもう本当は通じない世界にでも反対にこうやってラジオの媒体って考えるとテレビはいうん ビジュアルがある分、楽な部分もあるわけですよね、すごく、言わなくても伝わるっていう部分があって、うんうん、例えばラジオだと、全部説明しなくちゃいけないし、<laughs> はい、きちんとその状況を見なくちゃいけないわけですよね。うん、あら、やっぱり違うんだなと思いますし、うん、だからある意味、テレビの特性みたいなものを、どこまで私が100%生かしきって、ニュースを伝えていけるかっていうことなんだと思うんですけどねじゃあ、それを本当にぶれない軸としてお持ちになりながらい いうことですね。すねはい。あのー、今この日本を追う空気感。多くの姿勢の人々の姿を、こうニュースキャスターとしての安藤優子さんが表現すると、どういうことになってきますか、ねはい。うん、二つあって、一つはものすごくいい面は。うんうん とっても自分の身の回りのこととかを大切にして、はい、暮らしの中でも大切に、みんな丁寧に暮らすようになってきてるような気がするんですね。丁寧にうん、例えば、うん、巣ごもりもそうですけれども、うん、お家に早く帰って、なるべくお金をかけないで、うん、おいしいものを自分で作って、みんなでお家でお,おいしいお酒を飲んだりして、そういうすごくほんわかした、高い、うん、あの暮らしを楽しむっていう。 傾向がものすごく強まってきてきる、うんうん、私はそれを一方ですごくいいことだと思うんですね、うん、すごく温かくて、人とのつながりを大切にするっていう意味ではとてもいいことだと思うんです、でも一方で、他者への目線っていうか、他者への配慮っていうのが、すごく弱くなってきてるというか、うん。うんうん なくなってきている。それは、あの、他者っていうのは、日本国内だけじゃなくて、日本の外に対する目の見方が、これだけなんかグローバルな時代とかって言われてるにもかかわらず、インターネットで一瞬にして外国とつながれるにもかかわらず、自分が知りたいのは、自分の半径5メーターぐらいの出来事で、例えばこういうことだと思うんですね。あの、インターネットで情報を取るってことは、とても、あの、迅速で、 多岐にわたるあの情報が取れて素晴らしいことだと思うんです。でも自分が欲しい情報しか取りに行かないじゃないですか。うん、だか自分が知りたい、例えばアイドルの情報とかね、そういうものしか取りに行かない。うん、そうすると自分の資格に入ってくるものっていうのは、 極めてて限られたものししかなくなくってしまうんですねだから、日本の外側で何か、自分の興味外でも起きてることに目を向ける力っていうのが、ものすごく弱くなってきてるんじゃないかなって、<ー>それはすごくそう見えますね<ー>、うん、情報とか、まあ、いろんなものが、自分が取りたいものはもう本当にピンポイントで取れる。ってくるし、うんうん、自分の生活も大切にするし、うんうん、丁寧な暮らし、例えばアロマを炊いて、ね、とかっていう、とってもその、 住み渡ったようなきれいな暮らしいや豊かな暮らし、そのお金をかけないまでもが、うん、ある反面、どうもその豊かさの半分でもいいから、うん、私は日本の外側に向けてほしいってすごく思うんですね。うんうん、そういう力がなんかこう弱くなってきてるのかな。<ー>それがすごく痛感したのは、あのハイチの時の地震だったんですね、うんあの。もちろん物理的にハイチっていうのは、遠方にあるっていう。 それはしょうがないんですけれども、やっぱりいの一番に中国があの救援隊出しましたよね、支援をで。日本は本当に遅かったんですよ。だからこれって日本の空気感を私すごく象徴してるんじゃないかなって思うんですね。やっぱり中国は今、世界中に出てって中国という国を ある種今までの中国とは違う中国であるということを印象付けたいわけですよね、ただ単に自分たちだけがお金をバンバン吸って、あの豊かになりゃいいやと思ってた中国とは違う中国なんですよっていう、これはきっと中国の中の総意として、空気としてあるんだと思うんですね。まあ、万博も今度ありますしね。で、その反面、なんか日本は、自分たちが安全だし、まあいいかなっていう、そういう空気感がすごい強くなってきてるように、私はやり日々のニュースをやってて。 とても思いますねいわゆる昔、ちょっと前、アナログ時代みたいな感じの時きに、いろんな情報は自分が取りたい情報とともに、いろんなノイズも入ってきてますよね。で、すよねだから新聞とか広げると、自分が見たい情報だけじゃないじゃないですか、一応飛び込んでくるのは、いろんなものが飛び込んでくるけれども、やっぱりオンデマンドで取りに行ってしまうと、自分が興味のあるものしかに目を向けなくなってしまうというそうな気がします。 逆に他のものもがが入り込む余地ななくなっちゃう、ね、そうだと思いますね、はい、そうなると、ちょっとやっぱり抵抗力的には弱くなるだろうしっていう話になってきちゃいま、ね、うですね、なんかね、うん、みんなすごく綺麗じゃないですか、あの今どきの男の子ってみんな肌すべすべだし、<laughs> <laughs> <laughs> なんか綺麗じゃないですか、はい、なんか、もっとなんかこう、うん、私に言わせると。うん まあ、汚いのはいいって言ってるわけじゃないですよ。もうちょっとこう、バンからな、なんか傷ついちゃってもいいかなっていうような感じ、ちょっとしますね。すり傷だらけの男が見たいって感じがしますね。ちょっとギラギラした感じの。まあ、ギラギラしてるかなんか分かんないですけど、もうちょっと傷あってもいいんじゃないっていう気がしますね。まあ、でもそれが、その、一般的な空気感としても、それは同じような、あの、比率になってくるということですね、そね。気がしますね。はい。気 Let's get knowledge with fun ガマダ・ケンがお送りしているラジオ版学問のすべ、今回のエキスパートはニュースキャスターの安藤優子さんです。えー、講談社から著書「ひるまない」が出版となっています。えー、続いては、えー、安藤さんのプライベートにも迫ってみたいんですけど、<laughs> あの、まずはですね、現在はこの中にも書いてありまして、はい、僕はこれで初めて知ったのでびっくりしましたが、大学院に、はい。通われているということで。通っております。ねえ。 これはだって、デイリーでレギュラーの生放送やってらして、はい、どこに物理的に時間的にそんな隙間があり得るんですかねえるこじ開けてるんですけれども、<laughs> 今、大学院3年で終了、もう修士は終わったんですけれども、はい、今、博士課程後期なんですけれども、修士、うん、が終わったところで、辞めるはずだったんですが、はい、ここで辞めちゃだめだよって言われて、<laughs> え、そうって。<laughs> 調子に乗っちゃって、博士課程行ったんですけれども、やっぱり聞きしに勝る大変さで、それこそひるみまくってますけれども、時間はですね、はっきり言って朝ですよね、だから朝早く起きて、もう5時とか5時半には起きて、お風呂入って、もう自分だけの時間っていうのを作り出して、ですねそこで勉強して、あとは移動の時間とか、ちょっとしたオンエアの前の。 ちょっと空いた時間に、ごめん、30分だけ私しちょっと勉強してくるって言って、勉強しに行ったりとか、そういうことをしてます。完璧な隙間勉強です。これは、専攻は何なんですか一応ですね、はい グローバル・スタディーズという、うん、まあ今、親羅万象なこのグローバル化している世の中を勉強しようじゃないかっていう研究家なんですけれども、はい、私は政治学ですじゃあ、国際政治学と、はいまあ、国際というか、日本もやるんですけれども、政治学の観点からグローバル化した社会を見てみようという。でもねそれ、それこそでも、日々のニュースで扱うそのトピックにかなりかぶるじゃないですか、それは。あそう 本当そうですね、うん、そういう意味では、うん、大学院に行ってやっていることが、うん、本当に平凡なその教科書とか、その課題のテーマ論文とかの、うん、なんかの活字以上のものとして、私の場合はこう跳ね返ってくるんで、す、うん、すごく助かってまもの、ね<ー>まあの見方とか、はい、こういう見方があったんだっていうのは、大学院に行って、うん、本当恥ずかしいんですけれども、いろんなこう見る角度のが増えた。 こういうものもあった、こっちからも見られるんだ、こういう視点もあったんだっていうのは、あの大学院って、目を見開かされる思いだったですねでも、あのね、その現場の最前線にいらっしゃって、それこそ毎日フレッシュな、一番フレッシュな情報に、ねはい、触れるわけじゃないですか、それでもかなり十分なような気もしますが。いやどうなんでしょうかね、毎日のニュースっていうのは、うんうん、もう次の日になると。 言葉はものすごく悪いですけど、あ昨日なんだったっけっていうぐらい、うん、もう次の日のニュースに対応するためには、前日のニュースに口でしてられないあ、ね、あもうどんどん流れてるある、うんですね。はいはい、で、そうなってくると、当然、私の中をニュースがこう通り抜けていくような感じなわけです。はいはい、で、それと同時に、私の中のいろんなものも外にこうアウトプットされていっちゃうんですね。うん、そうすると、何かこう自分の中にどん,どんどんどん入れていかないと、自分はこう放出するだけって。 っっててていううことになっていってしまそこのいい部分の供給を大学院の勉強がしてくれてるっていうか、<laughs> 私にしてみれば、<laughs> へえ、そうだったのかとやっぱり思わせることがいっぱいあって、<laughs> あの私たちは日々のそういう,こうい第一次情報に接してるわけですよね、でもあの研究者たち、まあ、大学の先生たち、 とか論文を書かれている方たちというのは、その一時情報を今度、いろんな角度から分析して、研究の対象としてるわけですよね、そうすると、私には見えてなかった視点みたいなものが、そこから初めて見えてくるっていうのがあって、毎日あ、そうだったのか状態です、ね、あそうですか、<laughs> はい、じゃあ、それが、まあ、日々接してるがゆえにそのあの、血となり、肉となるその割合っていうのが、当然大きい。 そうです、ね、だから、そう、もう、私が本当に真剣に真剣に勉強すればするほど、私の中に身についてくるもの。 っていうのは当然大きくなりますよねただですね、うん、記憶力の問題なんですね、これは。<laughs> あの年齢が年齢ですので、どんどん忘れちゃうっていう,こう悲しみがあったりして、んなんかどっかに蓋したいですね、本当<ー>に、<laughs> 頭の上に蓋したいって感じがしますねでもね、やっぱりそうすると、政治学とか、まあね、そのいわゆる大学で学ぶようなことっていうのは、まあ、やっぱり。 学問として成り立ってるような領域に感じますけど、はい、安藤さんにとってはかなり実学なわけですよね、本当、実学ですね、うん、机上の空論っておっしゃる方いらっしゃいますけれども、うん、今のやっぱり研究って、どん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 実学の方に向いてってるんですね、うん、論文も今、ものすごく、論文、すごく難しい言葉で、ややこしく書くのが論文というのふうに思われてきたのが、今までの学術だとすると、うん、今、すごく変わりつつあって、うん、誰が読んでも分かって面白い。 発見のある論文を書くのがいい論文っていうふうに、少しずつやっぱり変わってきてるので、実学になってますよね。あそうか、うんはい、それはじゃあ、本当に実感としてもそうですし、はい、っていう感じですよね。じゃあそれは面白い 時間がもっともっといっぱいあったらいいって本当に思いますねでもそうなるとやっぱり学びというのが学生時代にとどまらず生涯を通じてというものになってきそうですけども60歳くらいまでにですね「博士号取れたらいいな」っていやだ宣言してしまいました」でもそんな生涯を通しての学びこの番組は学問のめてるタイトルですけども安藤さんが生涯を通して 学びののめを説くとしたらどういういもなす私、学びってなんだろうって考えたことがあるんですね、はいで、私の中で出た答えは、大学院に戻った時に出た答えは、そうか、自分が学ぶということは、自分がどれだけものを知らないかを知ることだっていうふうな結論を得たんですよつまり、うん、自分が学ぶということは、いかに自分がものを知らないかを知るっていうことなんだ。 と思うと毎日が学ぶっていうことを発見なんですね。だからぜひその楽しみを知ってほしいって思いますね。でもそれはなんか冒頭でおっしゃったその傲慢ではいられないという,ような部分にちょっとね<ー>通そうかもしれないですね。相手をやっぱり尊敬してというかね自分は知らないんだよというところを再発見させていく。そうですね。うんうん、あの私を指導してくれている、うん、あの教授はお二人とも私より あのかなり年が下なんですけれども、ああやっぱり教えていただいてると、はい、すごいなあ、この人たちって思うんですよ、うんうん、もう本当、頭の中開けて見てみたいと思うぐらい、すごいって思うんですね、うんうん、だからそういう気持ちも含めて、うん、発見の喜びっていうか、る知ることの喜びっていうのは、うん、私は生涯学問の勧すすめです。なるほど、まあ それもだからポジティブな意味で、知的なひるみがそこにあるわけですよね。うん、そうですね。うま、ん、いことおっしちゃいますね。本当、ね、<laughs> <laughs> そうです。いやー、参ったの私、何にも知らなかったなっていう、そういうひるみですね。はい。ですよね。だから、でもそれをもう本当に確認させてくれるっていう意味においては、すごいこう、いい場になる。 ですね楽しいです、だからむしろ大学院とか大学に行かなくても、そういうことっていくらでも今できるじゃないですか、その知ることの喜びってこそ、私はやっぱり学問なんだなって真に楽しい領域ですよね、そうなるとね、ですね苦しいこともあるんですよ、目がちらちらしてきたりとか、それはかなり辛いでしょうけどね。 家に帰ったら、仕事も勉強も今しないっていうシフトにしてるんですね家ではしない今までは仕事も勉強も、家に帰ってもだらだらやったりしてたんですね、手伝をしてみたりとか。 でそれをやると、緩むところがどこにもない、うん、ほっとする時間が全くなくて、うん、そうするとまた次にやろうっていう、なんかこう、ゴムも貼りっぱなしだと切れちゃいますし、うん、どこかで緩まないと貼れないっていうのがあって、あダだめだ、これじゃ、緩もうって思ったんですね。だから家に帰ったら、もう全部スイッチオフにして、もう何もしません。うん、私は仕事もしませんし、あの、勉強もしない。うん、もう単なる、 だめ女に変身してですね、うん、もうワイン飲んだり、うん、あの料理したり、うん、犬の世話をしたり、で、あの旦那とお酒飲んで、うん、あの盛り上がったりとか、うんうん、そういうふうにして、それがやっぱりでも一番ほっとする瞬間ですよ、ね、それはじゃあ、意図的にもうそうしようと思って、そう,ですそうです、オフ。オフね、だから、よく考えたら、でもそれって私、容量悪かったんですね。 どうしても徹夜しちゃうとかっていうのは、ああ、夜やりゃいいやっていうんで、うん、どっかでそういうふうなこう仕分けをしてるわけですよね、うん、自分で。だから、それをやめて、うん、夜はしないんだから、今やらなくちゃいけないと思うと、やるんですね、人間って。うん、な,るなるほど、なるほど。じゃあ、そのオ,ンオフをはっきりさせることによって、逆に効率が良くなる。 だと思います私の場合は、うんうん、あと朝がすごく早い分、うん、そこの朝に自分の勉強の時間を持ってくるとか、うん、すごく切り替えがうまくいくようになって<ー>、はい、じゃあ、そのオンの方にもいい効果が、それは出てくるです集中できますよね、うん、あとフジテレビに入ってからは、もう仕事に集中するとかっていうふうにできますから。オンオフをでも、意図的に操れるようになったら、それはもうね、相当な強みですよね。 はい、<ー>時々失敗もしますけどね、飲みすぎたらさあ、そして本の中では、安藤さんの手帳とか、一日のスケジュールなんかも公開されてまして、さらにはプライベートのオフショットなんかもあって、どこを撮ってももうスーパーウーマン。 そんななことないですかっこいいって感じそれは切り取られた一瞬だと思いまむ <laughs> ちゃむちゃかっこいいものだらけですよ、でも本当にいや,いや,い,やいや、そんな安藤優子、直面してる壁とか不安って、存在するんですかね壁はその、さっき言ったその大学院で学んでいて、ものが覚えられないっていうのは大きな壁ですね、<laughs> 私にはあ,<ー>あれ、これ、さっき単語調べた英語なんですね、全部。 で、さっき調べたのに、ええー、何だったっけなっていう。<laughs> そういう時に、<ー>私ってものが全然覚えられないんじゃないのかっていう恐怖心っていうのはありますね。本当に。私の脳みそダメなんじゃないのっていう時は。<laughs> もう完璧な壁を感じますね。<ー>はい。そうか。それによって不安とかも生じてくるんですか。うん、ですね。もうすぐ私、あの。大学院の。あの博士号を取るための。 候補者になれるかどうかの資格試験っていうのを受,か、ね、受けなくちゃいけない。その試験に向けて、そのことを考えるだけで、胃がもう熱く重くなってくるんですよ。<laughs> 不安ですね。そうですか。ですかはあ、い、じゃあ、でもね、ちゃんとそういうものが。もうあるわけですね。あります。<laughs> ね、あります。不安とか壁。そう,かそうなんです。でもね、そういった壁とか不安要素を。どうやってマネジメントするのか。私、あの犬飼ってるんですけど。うん 二匹で、上の犬は、上の犬って変ですけど、上がオスで下がメスなんですけど、はい、上のオスはすごく弱っちいんですよ、すぐね、病気したりするんですね、うんうん、胃腸を壊したりするんです、はい、で下の,あの女の子はめちゃくちゃ元気なんです、2>, うん、でで2匹ともたまに幼稚園っていうとこに行くんですけど幼稚園、犬の幼稚園っていう。はい うん、すみません、変な話で、犬の幼稚園に行くんですけど、はい、で上の方は、幼稚園に行くと具合悪くなって帰ってくるんですよ、他かの犬と遊んだりとか、できないんで、自分のマイペースに昼間は寝たいとかあるんですけど、幼稚園に行くとみんなと遊んだりとか、自分のペースをぶち壊されるわけですよ、はいで、それをトレーナーの先生に相談をしたら、はい、トレーナーの先生が、あのね、安藤さん、あのストレスっていうのは、 少しぐらいあった方がいいんですと。ね。強い子になるんですよ。やっぱり、ちょっとぐらいちっちゃい時に切り傷やすり傷を負ったぐらいじゃないと、人生ね、弱っちいもんになってしまいます。うん、だから、あの、まるっていうんですか、まるちゃんも大丈夫ですと。はい、ちょっとぐらいね、ストレスかけた方が強くなるんで大丈夫ですと。こういうふうに言われたんですね。<laughs> はい、で、それで私のそのマネジメント、不安のマネジメントっていうのは、うん、そういうふうに思うようにしてるんですね。うん、多分、自分のそのちょっとした不安感っていうのは、多分、自分を、 も,うもっと勉強しようとか、そういうものに向けてくれるための、ある意味のエンジンじゃないかなと思うんですね、だから不安を不安のまま、そこに置いといたらば、不安はいつまでも残りますけど、うん、不安がゆえに何かをする方向に向けていくっていうか、うんうん、不安をエンジンにするっていう、そんな感じですかねなるほど、じゃあ、そのあえて取り込んでおくという、もうなんか免疫室ってムうものは抗原みたいな、それによって強くなっていくんだ なとい亡くなった俳優の尾形健さんっていらっしゃるじゃないですか、私、尾形さんに、人間ってなんで、私はいつも寂しいんですって言ったことがあるんですね、うん、まだ30代だった頃に、うん、そしたら尾形さんが、私に、いや、安藤さんね、きっと安藤さんってずっと寂しいんだよって、そうやってね、人間っていうのは、どっかに寂しさとか不安とか、常に持っているからこそ、 なんか,しようとか、ね、こういうふうになんか人に,人にしてあげたいなとか、そういう動物なんだよって言われて。No. Oh. Oh. そういうことをおっしゃるなって思ったんで、多分ずっと抱えてるんだと思います <laughs> あなるほど、はい、じゃあ、それを決してそのネガティブファクターとして捉えるんじゃなくて、はい、ということですね、少なくてもそうありたいと思いますね、だってしょうがないじゃないですか、ずっと不安があってても、いつかその時は来るし<笑><笑>そうですね。はい、じゃあやっぱそれを ね、やっぱその絶対値をこうマイナスからプラスに転じてエネルギー、ね、ですね。という感じが、ね、あとは、エイヤって感じですかね <laughs> そうか。まあね、でもその男女とは、まあ、特に女性に多いと思いますが、その安藤さんのようになりたいと思っている方がたくさんいらっしゃるかと思いますが、そういった方にえ。え <laughs> メッセージを送るとしたら何ですか、気が強い女になりたいってことかっこいい女になりたいと思ってる人はいいます私、あのね、うん、人のせいにしないっていうことだと思うんです、一つだけ。人のせいにしないうん、人のせいにしないっていうことと、うん、常に機嫌がよくいるっていうこと、この二つだと思うんですね。私、できるだけ人のせいにしないようにしたい。ほうほうほう いいだからこれがうまくいかなかったから、あの人のせいじゃなくて、うん、ああ、そうか、私、ちょっとやり方変だったなとか、あと人になんかあんまり依存しない、依存しないというか、うんうん、人に結果を求めないっていうか、うんうん、なんて言ったらいいのかな、私はそういうふうにありたいなっていうふうに思ってますし、うん、そうすると、うんと、うん、自分自身が楽になる。 まあそま,すまあね、その他人は、まあ、究極のことを言えば、アウト・オブ・コントロールのものであるということですもんね、はい、だから、どっかで私は、自分は自分、どっかで思ってるんですね、きっと。うん、だから、人になんかこう影響力を与えようとか、人を変えようってあんまり思わないんですよ、それだったら自分が変わっちゃったりした方が楽だし、早いし、自分自身がやった方が早いと思うんですね。うんうんうん 可愛くないですよねねそれって、ね、あんまり、うん、でも、もし自分を作ってるいくつかのこうパーツがあって、うん、私の気持ちの要素の一つとしてはすごく大きいのは、人のせいにしないっていう部分と、うん、あと機嫌よくいたいっていうのは、うん、私を作ってる構成要素としてはかなり大きなパーツを占めてると思いますね、うん、なるほど、はい、人のせいにしない、そして常に機嫌よく、ありたい。うん、ありたいそ、うん、そうかやっぱりでもそれは本当に モチベーションの本当原点になりそうですね、いろんな部分でね。ですね、朝起きたときに、不機嫌とかって、ありえないんですよ。ありえないありえないですね。だって、不機嫌になる必然性がないじゃないですか、朝起きて楽しいじゃないですか、嬉しいじゃないですか、今日も次の日が来たわけですよ、だから朝起きて不機嫌な人って信じられないんです私なるほどはね。 常に機嫌よく、はあ。ありたいと思いますね。そうですか。なるほど。あのー、報道広くは、まあメディアという仕事、はいね、もう、ね、30年以上というキャリア。30年以上なんですよ。もう<ー>恐ろしいですよね。<laughs> はい、まあでも、結果かもしれないですけど、もうそこにずっといらっしゃる状態になってて、はい、まあ人生半分そこにかけてるような感じになっちゃいますよね。<laughs> はいうん、そこの、でもかけるに値するっていう。 そういうい認識ですかあもちろんです、それは、うんあの、やり続けてきたからには、うん、私はこの仕事がやっぱりすごく好きなんだと思うんですね。でもそれ最初から思ってました全然思ってないですよ、<laughs> だからずっと言い訳して、文章書って思ってきた人ですから、<laughs> この仕事が好きだって思えるようになったのは、本当につい最近ですし、<laughs> つい最近 <laughs> 本当そうです。であの人に対してなんか照れて <laughs>、うん てらいなく言えるようになったのも、うん、つい最近ですね、<laughs> この語彙を読んで、あんた照れてる場合じゃないだろうって、ちょっと思ったので、<laughs> あのすごく素直に、この仕事が好きなんだって言えるようになったのは、うん、本当につい最近ですね、うんで、だから、じゃあなんで好きなんだろうと思うと、一つはやっぱり歴史のこう瞬間に自分が立ち会えるっていうこと、そのすごさっていうのは、後から分かるんですけれども。うん あの、これはやっぱりすごい仕事なんだなっていうこと。うんうん、それからもう一つは、やっぱりいろんな人たちの生き様を、と関わることができるっていうんですかね。それはどういうことかっていうと、私あの、ルワンダの難民がうどーっとこうザイルに押し寄せてきた時に取材に行ってるんですけれども、その時すごく自分自身がいろんなことに、 すごく辛い思いをしているプライベートであの時期だったんですね。で自分自身が辛い時にそんな辛い人たちの取材できないって思ったんです。でも仕事ってそういうもんじゃないのでどうしても行かなくちゃいけなかった。でもそ、それでザイールのその難民キャンプに行ったらばあの本当に畳2畳ぐらいのあの テントの中に、国連が配ったあの、青いテントの中に、一つの洗面器で20人ぐらいは暮らしてるんですよ。子供も含めて。一つのテントに。それがもう何番張りというぐらいあるんですね。すごい広大なあの難民キャンプが。で、その子供たちを取材してたら、もう、あの、命からがら虐殺を逃れて、何百キロも歩いて、ヘトヘトになってそこのキャンプにたどり着いて、下着もあのつけてないような子たちなんですけど、本当に元気なんですよ。 私、それを見たときに、あ、人間って、その下着をつけることの尊厳を剥ぎ取られようが何しろが、生きてるだけでいいんだってすごく思ったんですね。そうしたらはなんかものすごく泣けちゃって泣けちゃって、わわ泣きちゃったんです。うん、ねあ、生きてるだけでこんなに価値があるんだって、その時初めて思ったんですよ。だから自分が抱えてる、そんな悩みとか、もうくだらないと。うんうん、あなた生きてるだけでいいじゃない。 すすごく思えたんですねそれが思えたっていうことは、まさにそういう状況の中で、ザイールに行った自分がいたからなんですね、そういう,こう自分自身の心のなんていうんだろう、なんかあの出会いとか、気づきとかをさせてくれる仕事なんだというふうに、私は思うんですね、うん、だから、いろんな人たちの生き様と関わることができるっていうのは、そういう意味なんですね。うん あのーまあ、ここまでずっと走ってこられて、まだまだ走り続けていくんでしょうけども、はい、その近未来、例えば10年先とかぐらいのイメージっていうのはありますか、えー、だから、博士号取ってそうか、そこはまあ、<laughs> 本当に具体的ですよねうん、まあ、そうですけれども、うん、まあ10年後、どうなんですよね、私、あのニュースキャスターで、前例がいないわけですよ。例えば歳歳になっても70歳にななっっててもも ニュースをデイリーでおやりになってらっしゃる方っていうのはゼロなわけですね。女性でって意味ですけれども。で、どこまでやれるか。で、テレビっていうのはビジュアルが漏れなくついてきますから、そういう本当に問題もあるですよし、あともう一つは自分自身がどこまでこういうデイリーのニュースの中でやっていけるか、すごくエネルギーも必要としますし、何しろ自分自身がそのニュースときちんと向き合えるだけの精神的な 部部分分と体力力的ななののが必要なのでそれをどこまで維持していけるかっていうところでできればニュースをやってたい。 いいうに思ますそれもデイリーーベスでやりたなるほどなるほどはい前人未到のねえがいつまで座るんだって言われちゃいそうですよね本当。バッケンレコード更新し続けていき続けていただきたいですギネスに出たいですの最後になりますが番組恒例の質問なんですけどもこれまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか小さい時にクラシックバレエを習ったんですけれども で、そこで教えててくれた先生がいらっしゃるんですが、もう80ぐらいなんですけど、現役でまだ踊ってらっしゃるんです、ね、あ今でもはい。うん、でも、その先生はあの、本当はフラメンコが本職というかなんですけれども、うん、今でも踊ってらっしゃるんですが、やっぱり、その先生が教えてくれたことは、体を通してですよ。うん、あのバレエって、その指先まで表現をするんですね。あの先生がが教えてくれたことと私にとって 一番大事なことはそのさっきちょっとテレビっていうものの表現方法と通じるんですけれども全身であの自分の気持ちや感情を表現するっていうことの大切さそれをどう美しく表現するかっていうことをやっぱりそのバレエの先生がバレエって指先から足のつま先まで全部神経行き渡らせて。 力を込めて正しい姿勢で立ってっていうのがあって初めてあの振りがでできるわけですよねでそれがなければできないのでそこう本当だって3歳から始めたんですけどクラシックパレーを、うん、その時ちいちゃい時から指先まで神経を行き渡らせて何かを表現するってことを教えてくれたのはバレの先生でした、ね、うそうですか3歳の時から、はい、もうまさに三つ子の魂、はい、ど,どこまでも。う こう格言をくださったとか、そういうことではないんですけれども、本当にその体と体、つまり先生の体の動きと私の体の動き、どこが違うんだろうって、よく見る目を養わせていただきましたし、そういう部分ではやっぱり表現っていうのを習ったのは。 バレの先生からだったと思いま、うんですね。はじゃあね今後もあの安藤裕子の指先まで注目しつつプレッシャーです。<laughs> 今後もぜひぜひ活躍、はい、活躍ねお祈りしております。どうもありがとうございます。ラジオ版学問のすすめ本日はニュースキャスターの安藤裕子さんにお話をお伺いしました先生どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。したラジオ版学問のすすめ Special Edition ラジオ版学問のすすめスペシャルエディションニュースキャスターの安藤優子さんをお迎えしてお送りしました安藤優子さん本当にかっこいいですねあのひるむことを相手へのリスペクトというふうに肯定的に捉えてそれを活力源にするという姿勢、ね、だからこそのあの輝きいやでもますます増し続けてるという感じもしますし今後のご活躍本当に 大いに楽しみに見させていただきたいと思います番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています番組のホームページ www.jfn.co.jp スラッシュすすめからお寄せくださいラジオ版学問のすすめ本日の授業はこれにて終了生徒は私がまだけんでした